対談っていうことで、対談スパイロット初かもしれないです。ぶっちゃけなんか不満あったら聞いてみようぜ。ちなみにそれの裏話なんですけど、今私の妻、はい、結婚したお相手、はいはい、もう実は、はい、こんにちは、格闘技研究家の土屋です。こんにちは、会員のエミューです。今日なんですけど、対談っていうことで、対談スパイロット初かもしれないです。女優さんに来てもらってる前髪を切られすぎた。全国の美容師さんね、切りすぎ注意ですよ。怒ってますということで、本日なんですけど、女性会員さんがどういう経緯でうちを選んでくれて、今どういう活動をしてどう思ってるのかみたいな、ぶっちゃけなんか不満あったら聞いてみようぜみたいな。いいですか言って。すいません、謝る準備できてますということでね、早速やってみましょうか。はい、エミューさんもともと何かされてましたか？運動は中学校でソフトボールをやっていて、高校大学で空手とかやってました。お、空手？はい。なんで？5年くらいやってました。すごい、ね、はい、あ、そんなやつなんだ。やってました。はい、確かにね、女性会員さんの中でかなり動ける方なんですよ。動けるというか強いんですよ人に対していやいやいや、そんなことないです、はい、意外とあの女性何なんですかって結構言われるから俺。え、マジやばくないですか？まあ、いい意味でね。いい意味で。で、その時何か目指してたんですか？目指してた？やっぱり、ほかげ？ほかげ！ナルト。ナルト？ほかげ？とにかく、俊敏な動きをね、はい、目指してたってことね。ジャパニーズ忍者ね。ジャパニーズ忍者になりたかった。確かに動き的に速くて、かっこいいよね、確かに。ありがとうございます。まだまだだけどね、テニスのおじさんを振りに。そしたらじゃあ、うちのジムも3年いるよね。今年で2年目になりますね。2年目か、そうか、もっといるイメージがある。はい、実は2年目です。全然まだ若手だ。若手なんだ、はい、でもきっかけは何ですか、うちを。きっかけはこの近くに引っ越してきて、あのチラシが入ってきたんですよ。チラシを見て、ちょうどジムに入りたいなって思っていて、他も検討してたんですね、普通のジム。なるほどなるほど。検討してたんですけど、やっぱ空手やってたっていうのもあって、まあ、ボクシングいいなって思って、そこに体験を申し込みました。なるほど。その時の体験のお相手は誰だ？ほかげ。ほかげじゃないか。遊戯王です、はいはい、で体験、はい、大体40分とか1時間ぐらいだったっけ。やりました、1時間ぐらいやりました。でそれでどう思われましたか？え、なんかまず入ってきて、うん、俺なんかすごい緩いというか、なんか楽しいか、すごい和やかな雰囲気なんだなっていうのが第一印象でした。女性の会員さんもいました？確かその日いたと思います。結構いっぱい人がいた日で、その中で体験をやらせてもらいました、はいはい、一応体験秘話なんですけど、その体験をやってる最中にいる会員さんの人数とか女性の比率とか感じで入会を確定する人とやっぱやめたっていう人結構いるんだよ。だから決定打になるのはこっちの指導もそうなんだけど、やっぱジムの方たち、そうですよね、雰囲気とか。まあ、結構人多かったんだけど、良かったんですか、うん、その時は。はい、なんか結構みんなでワイワイというか、する感じがいいなって思いました。自分もいついかなるところを 見られても雰囲気よくあってほしいということ、まあ、今ちょっとね、ガチ勢がちょっと増えちゃったね。まあ後でその辺はね、印象を語ってもらいたいですけど、はい、まあ良かったってことですね、当時は。はい、良かったです。で、他のジムも検討してたけど、ここ選んでくれた決め手っていうのいっぱいあるんですけど、いっぱいある。もちろんその雰囲気とかボクシング楽しいなっていうのもあったんですけど、なんか最後帰る時に入会どうしますかみたいな、全然押してこないっていうか、どうしますかみたいな、そういうのじゃなくって、はいはい、またいつでもあのやりたかったら来てくださいねみたいな、それにすごいグッときて、やっぱ結構他のジムって今ならいくらですとか、今入ればとかみたいな、そういう押しみたいなのがちょっと。いやね、さすがほかげなんで、楽しかったらまた来てくださいねみたいなのがすごいいいなっていうので、まあ、それがまず決めて、なるほど、もちろんありました、はい、ちなみにそれの裏話なんですけど、あ、それも裏話ある。実は今私の妻、はい、結婚したお相手、はいはい、もう実は昔の会員さんなので、ただ結婚してるから OK なの。結婚しなかったらちょっとやばいけど、 そうですね、その時も実は同じことを言われた、うん、そうなの。なんで入会したのって言ったら、代表が素っ気なかったから、この人は入会取る気がないんだなって思ったらしくて、実は俺はそういうことではないんだけど、手応えがなかった人にはあまり押さないというか、あ、そうなんだ。手応えなかったかもしれない。手応えなかったかもしれない。
その当時の妻ね、今の妻は手応え全くなくて、つまんなかったんだろうなと思って、またよかったら来てくださいねみたいな感じで、ほんとさらっと終わったら、なんかイラッとというか、逆に絶対入るみたいになったらしくて、まあ姿勢はあんま変わってないんだけど、今もあんまりこう押し付けて揉める原因とかさ嫌だし、長く続けてほしいから別にそんなにガツガツはいかないんです。よかったです。他に何か決めては、やっぱり楽しかったっていうのはもちろんだし、はいはい、会話がとにかく多いから、うん、その日もなんか他の会員さんとかがなんかやってたのとか話しかけたりとかしてくれて、うん、あ、なんか空手やってましたとかやったらすごい褒めてくれたりとか、そこでなんか結構これいいなって。素晴らしいですね、はい、もうなんか俺が吹き込んだの打ち合わせで桜会打ち合わせしてません入会してからの当時は何やってて、今は何やってる？あ、入ったばっかりの頃はメニュー、書いてあるメニューを見てスイッチやって縄跳びやってとかって真面目に真面目に、ね、やってで代表の仰せのままにいろいろトレーニングをしてたんですけど、もう2年目ぐらいになると30分ぐらいみんなと話してそっから代表に今日ここ鍛えたいですけどとか汗かきたいんですけどみたいな感じでリクエストしてやってもらってるって感じですね。今もっとあれじゃない？今もっと今もっともっと激しめ、もっとなんか憑依してくるね、なんか俺のスタンドになるかのようなさ、完全投げやりだけど、もうお願いしますみたいな。そうそう、お願いしますって言う割に今日やる気ないですよ。いやまあでも大体来たらあれだよね、滝のように汗かきたいんですよ。あ、そうですね、最近はもう滝汗メソッドでリクエストしてます。そうですね。で、どうって言ったら全然書いてないですこちらのメニューの成功か否かは書いてる量、そうそう、書いてる量、汗かいてたら OK ということでね、イミューさんが来たらちょっとこうグッとネクタイをグッと締めて考えなきゃいけないと。いつもありがとうございます。そうそうそう、まあでも、ね、満足されてるってことですね。はい、はい、よかったです。じゃあ2年弱ぐらいで、なんか変わったことはありますか？いや、もういっぱいあるんですけど、もちろん体型もなんかちょっと引き締まったような感じになったし、あと、とにかく体力がつきました。おー、なんか中学生とか高校生の時の自分と今の自分を比べてみると全然違う。うん、なんか仕事とかもあんまり疲れないしっていうのが大きいですかね。あとは偏頭痛持ちだったんですけど、はなんか良くなったりとか、肩こりとかもなくなったような気がします。めちゃめちゃ効果あるやん。めっちゃ効果ある。今なんかもう本当にあ、いっぱいあるって思いました。なんかすごいポジティブになりました。塞ぎ込まなくなったというか、ストレス発散になってます。うん、よかったよかった。あれでもね、最近式挙げたもんね。だってあ、そうです、去年、去年ね、結婚式。はい、はい、じゃあだいぶ理想の体型になって式挙げられた。そうですね、ジムに入るを検討してる時、それこそ結婚式のためにっていうのもありましたね。式の前は結構ガッツリやってたよね。結構やってました。なんかマイナス何キロとか、なんかボディライン。体重はそんなになんか減ってないんですけど、本当見た目が引き締まったかなっていうのがあります。だってもうこの上ないぐらいの出来になったんですよ、結婚式。式がめちゃめちゃで大成功だったんですよ。大成功です。間違いなくうちのおかげだなって。ありがとうございます。そうなんですよ。このジムを利用してて、はいはい、どんな方に刺さりそうですか？刺さりそう。もちろん刺さらない人もいると思うんですよ。気分が乗らないなっていう時でも楽しくやりたいなっていうから、自分であんまり今日はこれやるぞあれやるぞって決められない人とかいいかなって思う。あー、なるほど、コミットできないですね。結果にコミット来たらいろいろメニューを提案してくれるし、周りの人もいっぱいいるからそれでできるんですけど、え、なんて難しいんですけど。わかりますよね、はい、そういう人に来てほしいって。なかなか自分でできないとかって悩んでる人にいいのかなって思います。もう言わせたいことを言ってくれてる。あの、打ち合わせなしです。打ち合わせなしです。まあ、最近ちょっとね、なんか男性の比率が増えているんですけど、ガチめにやってる人もちょっと増えてる、いますよね、はい。まあ、そういう男性会員さんについてどう思うか。ガチでやってる人たちを見て私は結構面白いなっていうか、楽しいなって感じるタイプなので、結構リングでこうやってずっと見てたりとか。あ、見てるよね。してます。おかげになりたいのか。おかげになりたいんで技を盗んでこう見てます。常任レベルはいるもんね。常任レベルいっぱいいます、ね。中任常任はいるけど、まあ、他にではいないけど。いないっすね。他にはいないですね。まあ上手い人はいてね、勉強になる、はい、勉強になってる。
参考にしてます。なるほど、はい、じゃ あ, 女性会員さん、うちの女性会員さんについてどう思いますか、はい、女性会員は結構みんな和気あいあいとやってて、なんか一人でやってるっていうよりはなんかみんなで今日これやりませんかとかっていうすごい雰囲気がいいので、うん、あ、女性会員さんいてよかったなってよく思ってます。じゃあ女性会員さんがいるといないとで変わりますね、うん、テンションっていうか、まあ、いなくてもいい、それともいてほしい、まあ、いたらやっぱりなんかやる気が出るかなっていうのはありますよね。一緒にできるから、はいはい、おしゃべりも弾むし。なるほどなるほど、はい、いなくてもまあできるタイプかな、まあ、いなくても、うん、あのガチの人たちと一緒にやりたい日もあります。一番いい会員一番助かる。そしたらちょっとここからね、ぶっちゃけトークってことで、はい、じゃあうちのウィークポイント、自分またはスタッフのちょっとここがみたいな、ここちょっとどうにかしてやるみたいな、あります？ちょっとシンギングタイム、シンギングタイム、はい、あのできないのもダメで、あの髪の毛生やしてとかそれ無理だけど、なんかおしゃべりが楽しすぎて運動できなくなっちゃう日がある。それはちょっとあの確かに課題です。そう、なんか7年前から課題だから。なんか楽しすぎてずっと喋って、うん、なんか気づいたら帰る時間だみたいな、そうだね、日があって、もうそこはもうやれって言ってほしいと、言ってほしい。スタッフが喋ってる時は時間見てすぐにもう切り替えてやらせられるんだけど、会員さん同士が喋ってるとなかなかそこは割って入れない。そうですね、そこはちょっと難しいけど、だからもう雰囲気が良すぎて楽しくなっちゃうっていうところかな。はいはい、なるほど。じゃあ時間決めてちょっとね、そうですね、やるときはやるって、はい、メリハリですね。はい、はい、他に何か、他に、まあ、思い当たらなかったら、うん、思い当たりたいですけどね。思い当たってほしいです。改善したいです。改善、ああなるほど。今後例えば女性の方が誘拐されるってなった時に、もうちょっとここはこうした方がいいんじゃないですか。もう私今刺さっちゃってるから、思い浮かばないなら何だろう。洗脳完了してる。洗脳完了するとこうなります。思い浮かばなさすぎてごめんなさい。じゃあ次いきますね。今後のうちのジムに期待すること、まあ、導入してほしいこととか、スタッフがこうやってほしいとか、いろいろ、まあ、自分のことですけど、やっぱりだってなかなか自分で今日あれやろう、なんか何やろうってメニューを決められないことがあって、そういう時にはもうどんどん今日これやろうあれやろうって、まあ、今ももちろん言ってもらってるんですけど、これがみんなにこう一緒にやりましょうみたいなのがもちろん今もあるんですけど、続くといいなと思って。わかりました。それみんなっていうのは全スタッフ、それとも全会員なんですか。あ、そうですね、全スタッフ、全会員。あ、まあ、そういう輪ができればいい、はいはい、確かにそれ面白いですね、はい、そうなるとね、はい、じゃあ最後にうちのジム検討してくれてる方に向けて何か、はい、一言、一言前のキックは本当に女性でも楽しくキックボクシングできるし、いいこと尽くしだし、おしゃべりとか好きな人は本当に素晴らしい完璧なジムだと思うので、ぜひご入会を検討してください。言わしとるやん。でも本当に楽しくやってます。ありがとうございます、はい、ということでね、本日はうちの女優さんに来てもらって本音を語ってもらいました。はい、はい、ではこの動画が参考になりましたら、グッドボタン、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ではまた、じゃあねー、バイバーイ。